ゴミ捨て場に捨てられていたどこか自分に似ている小さなロボット。偶然出会ったオンリーとロボット、二人の物語。果たしてどんな毎日が待っているのでしょうか。いや、なんでいつの間にかうちにいんのこれ。なんでゴミ捨て場にいたのこれ。わかりません。わかりません。すいません。オンリー、うで今日もエンドラ討伐の依頼が来てるから、それの準備は。なるほどね。なるほど。なんか通じてるっぽいな。ああ、できてる、できてる。オンリー、これ、拾った、偉い。偉い。オンリー、これ、食べていい？食べていい。まあ、食えるもんならいいよ。ちょっと何言ってるかわからない。わからない。ゆるい突っ込みされると、すごいなんか罪悪感湧いてくるわ。鉄をいくつか取りますか。置いてかないで。いや、置いてないよ。置いてない。迷子。どこで覚えたんだ、その言葉。ありがとう。なんかもらったらありがとうっていうのかな。よし。これはフリックだよ。これ、食べていい？あ、食べていいよ、全然。食べれるものは食べていいんじゃない。いや、いらない。俺は食わない、うん。捨てたわ。あ、夜だ。これ寝れるのかな？あ、寝たわ。ロボット寝ました。嘘でしょ。どこで覚えたんだ、そんな言葉。教えてないって。ライジングさんめっちゃエコーかかってたし。知り合いの可能性出てきたわ。ゲート作るか。作ってもらうも、なんもないか。やり方教えて。向上心の鎌足りだわ。ここは下げるから。この下に、マグマ。そう。なるほどね。それで水取っちゃって。あ、できたー。あー、喜んどる。ま、行くか。怖いよ。ヒメプして。ヒメプ、どこでその言葉覚えたんだ。ドネザ入るよ。あ、行ったっぽい。危ないな。ついてきてる。押すなよ。絶対押すなよ。分かってる。ジャパニーズ文化は理解してそうだけど、ちょっと。あ、やっと一本出た。はい。どこで覚えたんだ、それ。これ、ヒゲのサングラスのおじさんのセリフなんだけど、お見せしていこう。悪い子するよ、そんなことしてると。入れなくてあろうか。オンリー、置いてかないで。置いてってるわけじゃないけど。あれじゃん。デートで足の速いやつやん。足並み揃えるないやつみたいじゃん、ちょっと。オンリー、ナイファイ。試合終わった時に使うよ、その言葉。じゃあもうちょっと、あった。これだ。かっこいい請求？一旦寝とくか。ああ、忘れてた、それ言ってくれるの。こうやって入るんだよ。えい。迷子、どっかから迷子聞こえた。あ、いた。怒ってない。怒ってなさそうだな。よし。痛い。絶対怒ってる。ごめんって、マジで。はよこいやー。誰から教わったんだ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高。ドズル社しか勝たん。